絶滅。今日も遅くなるから先に寝てていいよ。また仕事が忙しいの？私たちが結婚して2年ずっとその調子じゃない。これって結婚生活って言えるの？何を言い出すんだよ。結婚前にした約束覚えてるの？は？なんだよ約束って。俺の仕事が忙しいのは最初から分かってたことだろ。今さらなんだよ。私も仕事をしているし、家事は協力して分担しようって言ってたじゃない。それなのにここ2年ずっと仕事で遅くなる遅くなる。結局私が一人で家事をしてるのよ。夫婦なんだからできる方がやったらいいだろ。俺の仕事はお前の仕事なんかより何倍も責任になる仕事なんだよ。そんな言い方ひどい。お前から文句を言ってきたんだろ。誰のおかげで生活できてると思ってんだよ。お前は在宅で楽な仕事しかしてないだろうが、フリーのライターかなんだか知らないけど、いいよな、お気楽な仕事で。共働きって言っても、俺の収入がなければ生活できないくせに、何が家事の分担だよ。とにかくもう仕事に行くから。分かったわ。また今度続きを話しましょう。はいはい、じゃあな。一週間後。ちょっとショー、なぜ家に帰ってこないの？今日で一週間よ。どこにいるのよ。とにかく一度連絡をちょうだい。電話に出てよ。さらに一週間後。悪い悪い、連絡したけど何？何じゃないわよ。一体どこにいるのよ。うっせえな。こないだ散々俺に文句を言ってきやがって。完全に気持ちが冷めたよ。もうお前のところに戻るつもりはない。離婚してくれ。なんでそうなるのよ。結婚してね、ろくに家にもいなくて、家事はすべて私に押し付けといて、挙句の果てには冷めたから離婚してくれですって。そうやってすぐにヒステリックになるところが前々から嫌だったんだよ。お前の実家が地主で金持ちだと聞いていたから結婚したのに、実家はど田舎で、さらに親からの金銭的援助は一切なし。遺産を相続するまで待ってやろうかと思ってたけど、もうお前と暮らすのも飽きたわ。まさか最初から両親のお金目当てで結婚したの？当たり前だろ。じゃなきゃお前みたいな田舎臭い女と結婚なんかするかよ。何よそれ、ひどい、ひどすぎる。なんとでも言えよ。とにかく離婚してくれ。わかりました。ここまでバカにされてもう一緒にいる意味もないわね。離婚届はこちらで用意しておくから。そうしてくれ。明日にでも書きに帰るよ。こんな時はすぐ帰ってくるのね。こういうことは早い方がいいだろ。お前もいい歳なんだし、再婚するなら焦った方がいいぞ。ま、お前が再婚なんてできるかわからないけどな。なんとでも言ってください。とにかく離婚届は用意しておくからよろしくね。半年後。おーい、愛子、元気にやってるか？俺は再婚して幸せだわ。今の嫁は若くて美人。嫁の実家は超金持ちで都内に何ともマンション所有。お前にも分けてやるわ。なんだよ、羨ましくて言葉が出ないのかよ。あんたがアホすぎて言葉が出ないわ。は？あんたがアホすぎて。一人身で寂しくて頭おかしくなったのかよ。ご丁寧に今の奥様との仲睦まじい写真まで送ってくれてありがとう。でもあんた、この女が何者か知ってるの？は？何言ってんだよ。私のことを散々バカにしておいて、あんたも相当世間知らずね。何なんだよ、どういう意味だよ。奥様、有名な前科持ちの筒持たせじゃない。は？確か相手に脅迫まがいなことをして過去に一度捕まってるんじゃないかしら。何でたらめ言ってるんだよ、いい加減にしろ。気になるなら調べてみれば。美人で金持ちってところに目がくらんで現実見えてなさすぎ。せっかく幸せ分けてやろうと思ったのに、そんなデタラメ言われて気分悪いわ。お前には二度と連絡しないからな。せいぜい元気でやれよ。あー、はいはい、ありがとう。1ヶ月後。おーい、アイコ、元気か？はい。二度と連絡してこないんじゃなかったの？俺はやっぱり騙されてたみたいだ。あの女、筒持たせがバレて他方から損害賠償請求されて首が回らなくて、エリートの俺にいいよってきたらしい。私と違って金持ちの実家が援助してくれるんでしょ？助けてもらえば？それも嘘だったんだよ。マンションなんか一棟も持ってない。あの女、美人なだけで他は嘘ばっかり。何も信じられない。なあ、頼む。俺とやり直してくれ。もう一度俺にチャンスをくれないか？何のチャンスだよ。浮気した上に散々人のことをバカにしたくせに。え？浮気してたこと知ってたのか？あのね、私だってライターの端くれよ。あなたの知らない情報網があるわけ。以前一緒に仕事をした雑誌の編集者さんが、旦那さんに似た人が女の人と歩いてましたよって教えてくれたのよ。
私に伝えるか悩んだけど、すごく親しそうだったから見過ごせなくてって。なんでそいつが俺のことを知ってるんだよ。あなたって本当に私に興味なかったのね。以前うちで打ち合わせをした時に紹介したはずだけど。まあいいわ、その情報を聞いてから浮気の証拠をつかむために探偵に依頼してあなたのこと調べてもらったのよ。でも離婚話の時に浮気についても何も言ってこなかったじゃないか。調べてもらったら浮気相手が有名な筒本瀬。あなたと関係を持った時にはすでに筒本瀬からは足を洗った後みたいだったけど、あなたがどうなのか気になったから浮気のことは咎めずあっさり離婚に応じてあげたのよ。はぁ、あ、なんだよそれ。相手がヤバいやつだって教えてくれてもよかったんじゃないか。はい、自分が浮気しといて自業自得じゃない。本当にどこまでも自己中ね。せっかく浮気のことは触れずに離婚してあげたんだから幸せになりなさいよ。なぜしてるのに言ってくれなかったんだ。お前は本当にひどい女だな。お前が言ってくれればすぐに関係を解消できたのに。なんで私のせい。あ、そうそう、私のことお気楽なライターって言ってたけど、実はそれなりに収入があるのよ。多分あなたなんかより。だから私の生活のことは心配しないでね。そんなわけないだろ。お前がエリートの俺より給料が高いわけない。あなた自分のことをエリートだと言い続けてるけど本当にそうなの？あなたは会社でも傲慢な態度で周囲から浮いてるって探偵さんからの情報にあったわよ。あと俺の給料って言ってるけど、あなたからもらってる生活費なんて何の役にも立ってなかったから。あ、金はちゃんと毎月渡してただろうが。生活費7万でどうやって生活するのよ。感覚おかしすぎでしょ。ま、私の収入で十分生活できてたから言わなかったけどね。7万渡して満足していい気分で仕事してくれるならそれでいいかと思ってたけど、金銭価格直した方がいいわよ。分かった？自分がどれだけ無知で愚かだったかって。アイコ、俺が間違ってたよ。だから許してくれ。俺たちやり直そう。やり直すわけないでしょ。じゃ、奥様の借金返済頑張ってね。後日談。その後の彼はというと、元筒本瀬の奥様とは離婚したみたいですが、結婚するときに借金の保証人になる書類にサインをしていたみたいで、現在はお給料の大半を返済に充て、ギリギリの生活を続けているそうです。ちなみになぜ自分のことをエリートだと思っていたかというと、他の社員が仕事を回していて自分は仕事をしなくてもよかったから、自分は一歩抜きに出た存在だと勘違いしてしまっていたそうです。本当は傲慢な性格やサボり癖がある彼は周囲から距離を取られていただけなんですけどね。私はというと、その後素敵な出会いに恵まれ再婚することになりました。これからは自分を大切に第二の人生を楽しみたいと思います。今回のお話はいかがでしたか？楽しんでいただけた人はグッドボタンで応援してね。チャンネル登録をして次回の LINE チューブもお楽しみに。